さあ、これワープ地点ハイラル城が近くにある。早速行ってみますか。あれ、通れる。ゼルダ姫を探しています。叫びを出したなんて信じたくないですが、まずは捕まえて話を聞かなくては。まずい。ただ気づいてはないな。結構平和そうっすね。叫びはあるものの、ハイラル城にはめっちゃね。あ、ゾル、ゾル、ゾルを見せれば喜んでくれる。あ、お姉ちゃん、ゾルって魔物の見方ある？ああ、一度実物を見たらスッキリするかな。見せてやるか。じゃあこれね。ほい。これって、これがゾルなんだ。図鑑で見たのと同じだ。すごい。まん丸なお目目、かわいいな。魔物でもかわいかった。頭の中がスッキリしたよ。すごいな、魔物マニアか。他のゾルも見たくなった。キャンゾル、あ、来た。来たよ。はい、キャンゾルディック。こいつは暗殺以下です。キャンゾルだ。ろうそくみたい。緑のゾルと全然違う。やっぱエレキゾルとかいるのかな。体が溶けちゃいそう。やっぱりゾルも魔物なんだ。これは結構怖いっていうイメージなんだな。大きい声出して喉乾いちゃった。お家に帰ってお水を飲まなきゃ。俺もちょっと飲ませていきます。水うめえ。あ、お水といえば、水ゾルってのがいるんだ。まあこれは多分ゾーラあたりだな。これなんだろうな。ストーンアンクレット。重心を安定させる、どっしりと重い足は、攻撃を受けた時のけぞる距離を抑える。微妙。これは微妙だな。まさか南の村のショップからライバル店の調査に来たなんて言えないからね。まあさすがにちょっとハイラル城下町のショップには勝てないんじゃないか。なんか早く登るやつと、さっきのパワーアンクレットか。まあルピーがちょっと足りないから、ここは温存だな。犬はさすがに肉食わんか。そっか、ワンチャンあるかなと思ったけど、もう帰ってこれないのかな。子供はなんかゼルダのことを気にしてんだよな。大人はもうハイラル王にもうね、洗脳されてっから、ハイラル王の言うことが全てっていうね、考えのもと動いてますけど。そしてこの中に入れるんですか。はい、ダメか。特別警戒中です。通すわけにはいきません。帰った帰った。ダメか。秘密の裏道とかないよな。まあハイラル城は特になんもなかったな。じゃあまたちょっと周辺の探索に勤しもうか。ん？ふう、やっぱり平原も広いな。平原の西側には手配書を貼り置いたが、ゼルダ様はどこにもいないか。ゼルダ様を救おうとしていたのに、今度は捕らえようとしてるなんて。そもそもゼルダ様が悪人扱いされてるのって本当に正しいんですかね。俺は信じたくないが、命令に背くわけにもいかないだろ。大人の事情ってやつですか。海辺の村では特に収穫はなかった。もう少しこの辺りを見て回ろう。東か、海辺の村ここら辺か。まあでもティアーズ・オブ・ザ・キングダムでもリンク目線だとどう考えてもゼルダ怪しいでしょってなっちゃうけど、普通の人から見たら、まあ、ゼルダはゼルダであると、嘘は嘘であると見抜けるのは、まあ、難しいんでしょうね。大体なんかこうぐるっと回ってきたけど、どんな感じだろうな。なんかもっといろんな洞窟とかありそうな気もするけど、まあ、こんなもんでいいのかな。もう一回馬使って探索軽くやったらゾーラの方に向かいましょうか。馬を全く俺は使ってなかった。今気づいた。うわぁ、あいついいんじゃん。あいつ強いから嫌い。強いやつは嫌い。あ、なんかあるじゃん。ニジルピー、あざす。やばい、 HP がえぐい。もうダメージがやばいってよ。ここの、ここ周辺の敵。あ、洞窟発見しました。そしてスタンプ、いいね。ん、なんか早くね。うわ、これもどうやってあれすんだろう。これいけないかな。無理か。なんかパワーグラブ的なそういうのが必要なのかもしんないな。この微妙な距離感でいけないか。くそ、まあ無理っぽいからいいか。なんか現状いけるのかいけないのかっていう判断がなかなかに難しいですね。はい、ドン、ナイス。これは俺倒しました。これ覚えてないっす。ウルフォス使ってみるか。この素早い身のこなし早い。ウルフォス強くね。ほら、ウルフォス強。こいつのレベル2とかあったらもう最強なんだけどな。でこれ上下はいけないから、ここはもうブタブリでしょ。ほら、この身のこなし。てかなんかここ戦ったと思うな俺。なんかこの光景を見たことあるような気がする。はい、ナイス。ビリビリンゴ。いや、ちょっとあのゾーラの方行く前にイベント無視してゴロンの方行ったらどうなのか見ていいですか。
オルディン火山洞、え、火山洞口こう見えなかった。ちょっとこいつマジでうぜえな。これ BGM はいいですね。結構これ進んでいく感じだな。これ行って大丈夫行って大丈夫かな。これさあ、ボールチラ強い強いよ。これ壊したらなんかある。なんも出ないか。なんかワープ地点があるとこまでちょっと進めたいな。これなんかここのボス雲系っぽいな。俺の予感がそう言ってる。よし、 OK、 殲滅。そしてじゃがいもか。美味しそう。芋食いてえな。ふかした芋食いてえわ。これ上から行く。うわ、なんかいる。これ倒せんのかな。グエーあたりでちょっとお願いしてみる。あ、熱いっすなるほど。じゃあ豚ブリンで当てろ。よし、ちょっと普通のゾルだっけ。ゾルとは違うよな。結構硬いし。ナイス。さあもらいましょうか。トーチスラグ。こいつなんかトアプリでもいたな、こんな名前のやつ。トーチスラグ、上から落ちてくるあのキモいやつね。俺あいつ大嫌いだったな。シーレの洞窟だとあいつが結構強。リザルボス来た。リザルボスこれでしょ。いやー結構強いかな、リザルボス。どうなんだろう。素早い動きは健在だけど、あれ弱いわ。豚ぶりの方が強いわ。ちょ、こいつのステップが痛い。危ねえ。さあリザルフォス、こいつはレベルどんなもん。レベル3か。まあそんなもんか。多分レベル2だと青色になるんかな。やっぱ豚ブリン強くね。こいつ盾持ってるのマジ強いわ。ただちょっと身のこなしが早いから動きについていけないっていうのもあるけど。オッケー。お、あるぞ。そして力のかけら3個。でけえ。あ、強化できんじゃん。強化しちゃおうかな。でここ登録して、なんかこの調子だと結構いけちゃいそうだな、ゴロンの方も。マジっすか。ああ、これ分かったわ。このトーチスラグにシンクして、であそこのかけら取るんだ。結構地道だけど、この地道な努力が実を結ぶと。はい、 OK。 ジャストビーツ。何 OK、 間に合った俺のベッドの使用率ナンバーワン。なんか岩石が降ってきてんだ。怖いな。この下は何もないか。この意味深な石は何だ。コルクでもいるかと思ったけど、そんなわけはないと。なんだあのキモキノコは。キモキノコすぎじゃあれ。あ、風風パターン。めんどくせえぞあいつ。あ、しかし一発。弱いな。ブローウィー。その息は体が押し出されるほど強い。で、この風はなるほど。まあ、とりあえず落ちとくわ。とりあえず落ちといて。あ、これいけないの？なんかこれ、ある。とりあえずあいつ邪魔だから消しといてくれ。ナイス。あ、いけんじゃん。なんだ？正解ベッドか。ベッドから始まりベッドに終わるぞ、このゲーム、マジで。あ、なんかあるな。あれどうやって取るんだろう。こいつにかける。グエー。グエーにかけるという説ない。起きた。お願い。頑張れ。グエ。お前だけは頼りなんだ。いいよ。頑張れ。頑張れ、グエ。そっちはね、ぐるぐる回ってる。何これ。俺もう死んだ、これ。こいつなんか同じとこずっと待ってんだけど。お、いいよ、いいよ。いやー、今、どうなんだろう。いけたんかな。影が出ると思うんだけどな。グエさん。あ、ほら、影が映った。影映るから、あそこの宝箱あたりに影が映ったら勝利を叫べる。これなんか操作できたらな、最高なんだけど。そういうわけにもいかんのか。お、いやー、マジか今の。今行ったでしょ絶対。右、またこのぐるぐる回ってるやつだ。グエ、俺に従え。左に行くんだ、グエ。これ何なんだこれ。はい、来た。はい、勝った。ナイス。魔物石か。オッケーオッケー。未だにまだ使い方が分かんないですね。で、帰りは、これですよ。床ビュン。これで、確実に帰る。はい、オッケー。冴えてるね。これが正解か分かんないけど。何これ。これ何すか。これ今絶対いけないやつでしょ、これ。多分岩をさ、置いたらいけんじゃない。熱っ。やっぱなんか水、ゾルだっけ。
あいつがあればいけるっていうことなんかな。現状やっぱ無理。これも無理でしょ。あ、いける、マジいけるわ。へえ、おお、いけるじゃん。結構やっぱ冴えてるな。頭がいい。そしてゴロンシティ、ゴロンシティ来ちゃった。マジイベント無視してゴロンシティ行くやつ俺です。岩塩いずこ行け。オッケー、ボルダリングの筋もあるな。ゼルダマジ脳筋すぎるな。わかる、右の方にもある。とりあえずここだな。オッケー、マジでイベントスキップ行けちゃうけどいいんすかね。どうなんだろう、このゲームがどういう風なそのレベルデザインっていうのかな、わかんないけど、どこまでの自由度を誇ってるのかわかんないからさ、ちょっと難しいよね。そしてああいう敵に対して俺はどうしたら勝てるんだろうか。こうするしかないか。安全圏から殴ろう。なんか弓を持つ魔物とかいねえかな。ブーメランじゃちょっと射程が短いからさ、遠くも行けるそういう魔物が欲しいでございます。 OK、 あとはもういけるか。ここを取りましょう。魔物石今何個持ってんだろう。8個か、結構でかいです。そしてまたこいつなんで左利きなんだよ。左利きじゃなかったらいけんのに。こいった、マジか。安全圏でも殴ってくるのか。はい、ナイス。ダメ、ガモスや手も足も出ない。これダメだわ、強っ。トーチスラック、お前はダメっぽいな。お前はダメっぽい、なんとなくわかる。やっつ、いや待って、まずい、死ぬ。オッケー、燃えても寝ろ。バーニング就寝、そう名付けた。バーニング就寝していく。何してんのこいつ。なんだろ、こいつとさ同じやつで戦わせようぜ。もうそっちの方が手っ取り早いんじゃね。テール、あ、いいじゃん、これでいいや。ナイス、お、スタンプ。これで今何個だ、3個。いいね、これやっぱ回復するかな。お、いいね、これ回復して、あ、え、これいけんじゃね。あ、寝れないわ、さすがに無理か。これでダブル回復とかできるかなと思ったんだけど、そんなうまい話はなく。そしてゴロン、中に入ればゴロンシティゴロン。それにしてもハイラジが来るなんて珍しいゴロ、珍しいゴロか。あちこちに叫びがあろうたって本当ゴロ。でっかい叫びなんて見たことないけど、想像するだけで恐ろしいゴロ。約束したのに、ミニチャレンジだな。滑空ライドをするって約束したのに、兄ちゃんちっとも遊んでくれないゴロ。だから滑空ライドを極めて兄ちゃんをびっくりさせたいんだけど、一人じゃうまくいかなくて、手こを見せてくれるとさ、見せてくれる人と探してるゴロ。滑空ライドってなんだ。空を飛ぶ魔物を持ったまま飛び降りて遠くまで飛んでいく遊び。とんでもない遊びしてんな。上昇気流に乗って距離を伸ばすのがコツなんだけど、一人じゃうまくいかなくて、お手本見せてくれる人を探してくる。俺できんのかなこれ。わーい、お姉ちゃんありがとう。じゃあ早速始めるこれ。え、早くね。俺そんななんかまっすぐ飛んでくれるような魔物持ってたっけ。クエイはあいつなんかもう変なとこ飛んでくるかな。え、これ無理じゃね。旗がある。何がある。ここから旗がある場所まで一度も地面に足をつけずに滑空する頃、地面についちゃったらやり直し頃。え待って、なんか空飛べるやつあったかな。俺がまだ手に入れてないだけで何かしらがある可能性はあるけど、キースも一応飛べるけどな。ただこいつも普通になんかどっか行っちゃうだけでしょ。ダメだな、やめよう、ごめんな。ちょっと俺無理だわ、今の俺じゃ無理だ。やっぱりまだ時期尚早。なんかね、あ、なんかある。ほい、はい、力のかけら。これでもういけんだよな、強化。強化して、これ入ったら、もしかして、あ、熱ダメージ系はない。うわ、なんか来た。なんか来たぞ。タートナック。ほら、食らわない。打撃なんだよな、やっぱ。なんだこれ。上に乗ってんだけど。何してんの、お前。ふざけるも大概にせい。大概に。何これ乗るの、こいつ。これをなんかオブジェクトだと思ってんのかな。はい。チビロック、岩ロックとか出てくるのか。火に強く、体も硬いが衝撃に弱い、老衰は好物。衝撃か、衝撃とは。あ、アキンドナッツいますね。薬の作り方知ってるっぴ。薬や魔物の肝や
牙と素材を組み合わせれば作れることがあるっぴ。できた薬は飲んでもハートは回復しないけど、その分特別な効果が長く続く薬になるっぴ。まだ俺牙しかないから何もできないんだろうな。え、なんだこいつやべえやついんぞ。食らうぞそこ。大丈夫か。そして当てらんないっすね。ダメか。じゃあガモースで。ナイス。一発じゃないのか。ナイス。さあこれゲット。こいつ何？クリーピー。クリーピー。さっきは何だっけ？ブロービー。爆弾を吐き出すんだ。へえ、そんなやつがいるんだな。爆弾って人間が作ったものだと思うんだけど、人が作ったものを吐き出すのかお前は。まあなんか結構下の方にも世界広がってんな。下行っていいですか。壊せる岩とかあったりします？それがあるんだったらね、このクリーピーだっけが火を吹くんですけど、この中行ってみるか。ゴロンシティ先にこっち行った方がなんかいい感じに進みそうな気はする。父ちゃん父ちゃん、おいらお腹すいた頃。おうおう、愛する息子よ、いっぱい食って俺のようなゴロンになるから。そっか、かわいいな。ゴロンもなんか相変わらずっすね。叫びが出たらしいこと。オルディン火山にもいつ叫びが出てもおかしくない。まだ出てないんだね。平和なのかな。あまり物語と関係しないとかある？そんなわけないよな。お、なんかあるぞ。花火には男のロマンが詰まってる頃。俺っちは花火職人の玄武。でっけえ花火をあげることに命をかけてる。お披露目会はゴロンの長が新しくなったお祝いを兼ねてる頃。ドカンと新作で彩りを加えたい頃。ただ俺っちずっと考えてたら何か新しいか分からなくなってきた頃。なのに新しい族長に聞かれてすんごいのができたって嘘をついちゃった見え張ってんじゃねえよ。必要な火薬の土も使い切っちまった頃。火薬の土、火薬の土を取りに行くのと体が一つじゃ足りない頃。ああ、俺が取りに行くと、ある場所、山の上の方で。え、あそこにある黄金の花がたくさん咲いてる場所で取れる頃。ああ、聞いてんのか、場所を。俺が取りに行けっていうことだよな。こういう、これ？この黄色いやつ、これが目印か。お？なんだこれ？まだ行けない？すげえ気になるけど、無理っぽいな。な、結構ゴロン有効的ですね。Tears of the Kingdom のせいかわかんないけど、ゴロンがすげえ有効的でなんか、嬉しくなっちゃう。まあユンボは黒幕ですからね。やっぱ僕は警戒しちゃいますよ。その説提唱者としてはね。あっつ。なるほどな。いやごめん。適当だわ。立ち回りが適当すぎる。これやっぱスピンすると炎まといが少なくなるとかありそうですね。あ。こいつ作詞か。また行っちゃったよ。もう何これ。ふざけてるでしょ。もういいや、しょうもねえ。衝撃に弱いから、溶岩庫。衝撃に弱いからさ、さっきの爆弾落とすやつ使えば、あいつら一発で死ぬんだろうな。やばい。何この世紀末。あれ？なんか新しいオクタがいる。さあ、やっちまえ。ナイス。で、これを取る。これはなんだ？ファイヤーオクタ。いや、当たんのそれ。結構しんどくなってきたな。いけ。ウルフォス。痛い。やばい。動きの周期がさ、あまり良くない。ほら。こいつがウルトラしてる間にさ、ゲージが溜まってあいつの良くないスパイラルが生み出されてる。OK。あ、ここにもあんじゃん。ナイス。やべえな、どんどん登ってんな。大丈夫か、俺。さあ、上登れ。あれ？登れないか、お前。なんか敵が近くにいるとね、こんな感じになっちゃうよね。くそ、こいつを潰さないとダメか。これを連打するのが強いんだよな。ほら、早い。速さがある。さあ登ってください。登れないか。何こいつ登ってくんねんだろ。あ、登ってくれるわ。ナイス。これを待ってた。さあ、ハートのかけら。結構これも入り組み始めてんな。お、でもこれマックスか。もうちょい奥にもありそうだけど。さあ、こん中。あ、リザルフォスの巣穴？待って、これ、ちょっと、不穏だな。後にしよう。お、なんか新しいので手に入った。岩盤？溶岩に浮く岩。なんか、そのまますぎるな。安直なタイトルというか、溶岩に浮いてるわ。これ使うんだ、溶岩に浮く岩。はい。ちょ、まぜ。ちょ、ボムやばいな。
ちょ、なんでこれ。ジャンプしようとしたらなんか邪魔された。やべ、乗れない。終わった。落ちよう。これ落ちた方がいいと思われ。ちょっと待って、こいつを潰させてくれ。まず。倒した。倒したな。これで、悠々といけますよ。スッ。オッケー。さあ、これで上行く。洞窟もある。先に回復するか。さあ、行きましょう。え？山頂の洞窟？なんか何もないじゃん。爆発？どうぞ。さあ、吐け。ちゃうか。なんだこれ。なんもねえじゃん。マジ時期焦燥感半端ねえわ。これとか壊せんじゃないの？これで。ダメか。やっぱ爆弾がないと進まねえか。マジでもう時間がもったいない気がしてきた。意味ねえわ、これ。ここにいても。最後にリザルフォスの巣穴だけ見て、満足したから帰るか。いや、この奥に行きたいゴロ？ダメゴロ。危ないから近づいちゃら、近づかないのがいいゴロ。ダメでした。やっぱ今作はストーリー順に進めるのがいいんだろうな。あ、これこの岩って4つなんだ。じゃあ、あそこのハートのかけらもちょっと難しいか。なんか頑張ればいけそうな気がするけどな。ここから床ビュンでしょ。みんな大好き床ビュン。待って、もうやべえ。もうボムがうざすぎるな。どっから来てんねこれ。 OK、 ナイス。こういうことよ。床分最強説。提唱。まあ、こんなもんでいっか。満足だわ。まあ、近々来るでしょう。ここには。ゾーラ来ます。さすがにゾーラ来ます。まあ、ある程度いけるってのは分かった。で、多分ゾーラで手に入ったものを使って、ゴロンとか、まあ、違う場所に行けるんだろうな。だからまあ、一応オープンワールドで行けはするけど、まあ、ストーリー的なところはちゃんと順番に行かないと、ダメですよっていう、そんな感じがしますね。ブレワイ・ティアーズ・オブ・ザ・キングダムはどっから行っても大丈夫だったけど、今作はそうはいかないと。え？なんかここにあるんだけど、裂け目が。何これ？これどうなんの？調べる。ここ入り口開けそう。ちょっと下がってて。行けんの？ちょっとした小さい裂け目も解決することはできるのか。なんだこれ？これ行くでしょ？さすがに。お、あ、閉じ込められてる仲間の気配がする。全部で3つぐらい。みんな助けられたらこの裂け目を消せる。なるほど。このキューブあったな。ゲットできるのかな。うわー、これは辛いぞ。これは辛タックスゼイヤン。これ弓でいけるかな。あー、なんか、うわ、キモ。めっちゃ挟まってる。これ一も大事。 OK、 こういうことよ。くんの？くんの？お前。あそこになんか、いるから、こいつは倒さなきゃいけないか。オッケーオッケー。で、これを調べる。オッケー。こういう小さいイベントもあるんだな。なるほどな。必ずしも、そのストーリー上だけじゃないっていう。いった。ちょ、待って、まずい。マジで。強すぎる。さあ、奴をどう潰すか。オッケー。いいよ。はい。投げ。弓の火力が、ちょっと、やっぱきついね。もっと強化した方がいいのかな。お、これか。あ、泳ぎながらでも使えるんだ。このシンク。なるほどね。いい情報じゃねえか。これのどれかが、あれってこと？あ、おい、なんだあいつ。ちげやすきたわ。まあ、でもこういうのが得てして奥の方にあるという、俺の鉄則があるんですけど。どうすか。ダメでした。ダメです。許されません。全部敵じゃん、これ。どないなっとんの、これ。あ、これ、あ、いった。待て、違う違う。オッケー。これ下になんかいるわ。こう行くんだ。なるほど。で、これで浮き上がって、で、俺の勝ちと。なんで負けたか、明日までに考えといてください。これでクリア。ただこれあんまり上がんねえんだよな。さあどうだ。まあ、こんなもんだよな。まあ、こんなもんですよね。ただこの力のかけらは美味しいね。元の世界に戻ろう。OK。そういえば俺剣の強化しなかったな。剣強化するか弓強化するか迷うな。まあ、さすがに剣だよな。そして綺麗な湖が展開されてます。この湖でかすぎない？これ。なんだこれ。滝だ。滝か。滝登り的な要素も
今後出てきたりすんのかな。リザルフォスって水辺で使えないかな。ダメだ。お前トカゲ、まあトカゲは水を泳げないか。魚系って何がいるんだろう。オクタか。オクタは潰しとくか。特に理由はないけど。はい、ナイス。じゃあさ、ここの裂け目もさ、俺いけんじゃねこれ。このままだったら。なんかいけそうな気がするよな。ちょっと行ってみるか。ダメだったら、まあ普通に引き返すけど。どっかにないか、光は。ちょ、ピーハッとやめて。お前強いからあんまり関わりたくない。あー、でも行ける気配は、なさそうですね。どっかをクリアすると、ここのフラグが立つとか、そういう感じかな。行けませんね。残念です。あ、なんかある。壊せそうな岩がありますよ。クリーピー。さあ、行ってらっしゃい。これで壊せなかったら、OK。しかも宝箱だけ。嬉しい。フレッシュミルク。こんなとこにさ、大切にフレッシュミルク置いてんじゃねえよ。絶対腐ってんだろ、これ。飲みたくねえ、俺。絶対で発酵してなんかチーズになってるよ。てか、剣の強化もしなきゃいけないのか。やることいっぱいだな。そして洞窟を見つけました。え？南の遺跡。あれ？ここで行ったことあるよな。ないんだ。まあ、とりあえず、いただきます。金の卵。これは嬉しい。売ってもよし。料理に使ってもよしと。てかなんか爆撃のやつ手に入れてから壊せる岩とかも壊せるから、いいですね。テンション上がってきたよ。お、人がいます。大妖精様を見かけませんでした。大妖精。人々に不思議な力を与えてくれる存在。古い文献を漁ってこのハイレラ湖のどっかにいらっしゃるところまでやつきためた。ここにいるのか。文献によると息を飲むほど美しい方で、目にしたものはみんな心を奪われてたそうです。アセロラ姫だな。アセロラボナペディだな。そんなに美しい存在がいるなんて、財産をすべて捧げても見てみたいです。お前すでに魅了されてんぞ。デストピアビルトーゾースーサイドマスターになるぞ。決死にして必死にして万死の吸血鬼ね。てかこれじゃね。てかこれじゃね。まずはワープ地点を登録と。叫び排除したからこれが出てきたんだ、多分。俺が救ってたぞ。うおぉ。とりあえず妖精もらっとく。2個入るからな。これで残機が増える。2個。嬉しいな。OK。てれててーん。瓶って何個持てるんだろう。多分この妖精だとあと2つぐらいありそうだよな。さあ調べます。来い。うえー。今作の大妖精は、まあ割と美しい方だな。まあ、弱いにして40ぐらいかな。あらあら、長い眠りついてた。私が起こしたのはあなた？ふん。どこの誰だか知らないけど、あなた、磨けば光る原石って感じ。そうよ、あなた、磨けばもっとおしゃれになるわ。うん、そうね。今よりも、つけられるアクセサリーの数、私が増やしてあげるってのはどう？うん、迷ってる暇はないわ。さ、おしゃれになっちゃいましょう。これ、話すだけで、増やしてくれるのかな？じゃあ、お願いしますか。あ、ルピーいただくんだ。なるほど。おしゃれにして。それじゃ100ルピーいただくわよ。お願いします。これは、使う価値あるな。私、ルピーって大好き。それじゃ約束通り、おしゃれさんにしてあげる。なんか、妖精がルピー大好きってなんか、夢がないよな。結局、おめえも金かっていうね。しかもそのルピーをどこで使うんだよ。お前人間じゃねえんだろ。つけられるアクセサリーの数が一つ増えた。へえ、これで前よりも多くアクセサリーをつけれるようになったわ。それじゃ思う存分おしゃれを楽しみなさいな。それで私にないの、ああ、終わりです。お疲れ。これもう、ここ一回だけってことなのかな。もう一回行けたりすんの。300ルピー。なるほどね。まあまだいいか。そんなに欲しいアクセサリーもないからな。今どんな感じですか？アクセサリー。増加量アップ。まあエネル増加量アップは欲しいよね。リューサーも使わねえな、多分。多分リューサーも使わねえから、これも腐ってると思うんだよな。まあ多分あのね、ゾーラあたりで新しいやつが手に入ると思うから、それに行きたいですね。これなんかある。この謎のポッチ。一応モグラで。ああ、やっぱり。がめついね、俺。あんなところで50ルピー出てくるの結構美味しくね。看板。東の神殿。海辺の村。東の神殿？
神殿があるんだ。まあでもこっちでしょうね。お、これが神殿か。やべ、スタンプある。どうしよう、行くか。さすがにこれを見逃すほど俺はバカじゃない。はい、あと一つ。まあ多分ゾーラあたり行けば。お、いいね、ゾーラあたりでスタンプはもらえるでしょう。ここでこれをゲットして、ちょっと一回戻って剣とか強化するか。さあじいさん、お願いします。あ、レベル2強化もう無理なんだ。マジかよ。研究進んだらって言ってくから、まだなんかね、その先はありそうな気はするけどな。まあでも弓強化するか。じゃあ割と使うだろうしな。うむ、任せよと。お、来た。リンクが持ってた感じの形に戻ったりす、あ、来てるわ。これででレベル2。あ、長押しか。やっぱ3方向、3方向でもそんなに強くなかった気がするんだけど、どうなんだろう。さあ、そして、あ、これで上限か。 OK。 やっぱ探索いっぱい進めてっからめちゃくちゃ余るね。お、なんか雰囲気が変わったな。はい、なんか来ました。これさ、 PV でさ、あの回転するやつ、あれをぶつけるみたいなあったよな。これこれこれ、タイマーカッター、これこれこれ。いいね、タイマーカッターってもしかして強い。はい、そしてピースピース、カニのような魔物。まあカニのような魔物だから食えはしないのか。あ、いってらっしゃい。オッケー。あ、懐かしいウニだ。すげえ、なんか穏やかな BGM だな。はい、セーブポイント。また壊せる岩があるな。これ本来はさ、ここ行けないよな。俺が先にゴロンの方行っちゃ、行っちゃったから、多分これ壊せると思うんだけど、なんかルムビー入っていく。